僕が一番の研究が直結できたパターンかなと思いまして。はい、君面白いね、一席君の分野でなんか空いてるけど来るって言われて、あ、行きますって。はい、いや、あなたは公務員が合ってるからちょっと調べてみればっていうところで、はい、ありがとうございます。ではですね、イベントを始めさせていただきたいと思います。もう一度ですね、僕の方から、会社と、お名前紹介するので、一人一人紹介した後に拍手していただいていいですかね。まあ、会場が広すぎてちょっと広さに盛り上がり負けたら悲しいので、動画になった時によく滑ってるって言われるんですよね。会場が広ければ広いほど滑ってると思われるので、絶対そんなことないはずなんですよ。いつも会場は割れんばかりの大爆笑なのに、動画になるとですね、笑い声入ってなくて、皆さんもね、動画見たことあったらわかると思うんですけど、あまり受けてないんですよね、動画だと。なので、少しでもですね、ごまかすために拍手をしてもらっていいですかね。ではまず僕からいきますね。今回司会を務めます、予備の匠です。よろしくお願いします。盛り上がってますね。盛り上がってますね。じゃあ続いていきますね。日立造船株式会社が来てくれました。桜井さんです。よろしくお願いします。はい、日立造船の桜井です。よろしくお願いいたします。はい、次にですね、マクセル株式会社から来てくださいました松岡さんです。よろしくお願いします。はい、マクセルの松岡です。よろしくお願いします。続いてですね、スペラネクサス株式会社から来てくださいました島さんです。よろしくお願いします。スペラネクサスの島です。よろしくお願いいたします。続いて株式会社ユーネクストから来てくださいました花井さんです。よろしくお願いします。ユーネクストの花井です。よろしくお願いします。続きまして東京都庁から来てくださいました斉藤さんです。よろしくお願いします。はい、東京都庁の斉藤です。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。そしてラストですね、突破印刷株式会社から来てくださいました原田さんです。よろしくお願いします。突破印刷の原田です。よろしくお願いします。ありがとうございます。この合計7名でね、やらせていただきたいと思います。今回は、少しね、就職に絡むイベントなんですけども、まずですね、知っておいていただきたいのは、僕はですね、めちゃくちゃド素人です。就職をしたことがないので、本当にめちゃくちゃ基礎的なワードで間違える可能性があります。なので、もしですね、間違えてたら教えてください。はい。ではですね、僕はそんな感じなんですけども、今回来てくださった人じゃね、結構就職に興味があるかなと思うので、まず、どんな人がね、来てくださったのか確認したいんですけども、手を挙げてもらえれば大丈夫です。1年生という方、どうございますか ?1 年生。お意識が高いですね。はい。2年生。お、増えた。3年生。4年生、それ以上。はい、今、それ以上と言ったのでね、手を下げた4年生は、後で罰ゲームが待ってる音で、待ってる音でいいですかね。それより大きい学年です。はい。で、まずね、動画にはなってないかもしれないんですけども、皆さんも見ててわかりましたよね。僕は就活経験ないのが浮き彫りになったんですけど、まず椅子が準備されて、みんなが横に並んだ瞬間に僕だけ最初に座っちゃいましたね。これってアウトなんですよね。確か。え、桜井さん、これアウトなんでしたっけ？いやいや、もう今回ご招待された。いや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 、なんかその、知ってますよ。その、着席していただいてみたいな感じになるまで、椅子の横に立ってるのが正解なんじゃないでしたっけ？就活って。面接。あ、面接。面接は、はい、それが正解です。そうですよね。はい。すいません、通りでね、皆さんがね、横にまだ立ってるなと思ったんですよ。そこら辺から、ね、差が出てるんですけど、こういうところで大きめに笑い声出していただけるとですね、動画映えはしますのでよろしくお願いします。もちろん面白くなかったらね、笑わなくていいんですけど、今のぐらい面白かったらね、笑っていただいて大丈夫です。はい。ではですね、早速始めていきたいんですけども、まずね、今のところ、お名前と会社名しかお聞きしていないので、もう少しどんなお仕事されているかね、聞いていきたいと思います。じゃあ、自己紹介と同じ順番で、桜井さんからお願いできますかね。はい。改めまして、日立造船株式会社の桜井と申します。ちょっとですね、弊社初めにこれだけ覚えておいていただきたいことがありまして、
日立造船という名前なんですけれども、皆さんよく知ってる日立さんですね、日立グループでもなくてですね、造船業もやってないということでですね、日立造船という会社なんですけども、そこからだと全然連想できないという会社になっております。で、何をやってるかと言いますと、いわゆる環境事業を中心に今展開してまして、ゴミ焼却発電施設ですとか、あとは水処理、あと風力発電とかですね、そういった事業を中心にやってまして、私としてはその中で研究職として技術研究所で働いております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。そうなんですね、すみません、拍手でお願いしますそう、実は今回の登壇した方は全員、修士を修了されてるんですよね。で、まあ、その研究とかに近い分野で働いている方ということで、それでね、聞いていただければと思います。では、続いて松岡さんお願いします。はい。そういう意味では、私は化学応用学専攻で、修士を修了しまして、現在、マクセル株式会社の方で、ですね、電池の開発をしております。まあ、弊社結構いろいろと、まあ、電池であったりとか、あとはまあ、マクセルっていうと、昔だとカセットテープとか、ね、そういった記録メディア等で有名だったんですけども、まあ、ちょっと今はいろいろと新事業も手掛けておりまして、その新事業の一つで、ちょっと次世代の電池開発、設計という業務を、携わっております。よろしくお願いします。お願いします。マクセルって今、まあ、電池の話とかを、はい。していたと思うんですけど、いろいろとなんかやってますよね。そうですね、本当に、カセットテープ、あとは DVD であったり、うん、あとは、まあ、実はアルカリ乾電池ですね、それも、日本初で、手掛けたメーカーとなっております。あら、ありがとうございます。あらあら一回パスしたらすごいボール返ってきたいい返球が返ってきましたね。僕もマクセルって単語はなんだっけな、品川の水族館で、あ、そうですね、はい、はい、アクアパーク品川、ね、行かれたことある方は、めちゃくちゃおしゃれな水族館なんですけど、ありがとうございます。この世で一番入り口が難しいかもしれないですね。そうですね、ホテル行くのか品川行くからだと見えないんですよね、これね。ありがとうございます。じゃあ続いて、島さんよろしくお願いします。はい、スペラネクサスの島と申します。学生時代は、化学応用学専攻、修了しておりまして、現在は、研究職として働いております。弊社では、医薬品の主な主成分となる、原薬の、大量生産を行っております。以上です。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。製薬の会社じゃなくて薬の原料を作ってるって認識合ってますかね。はい、そうですね、薬をお客様に渡す商品という形で作っているのではなくて、そこの主成分を、合成で作っていくっていうのがメインの、業務となっております。確かにそういうの絶対必要ですもんねどっかで作る必要が。ありがとうございます。じゃあ続いて、花井さんよろしくお願いします。改めまして、 U-NEXT の花井と申します。U-NEXT って皆さんご存知ですかね。動画配信やってる会社になってます。大学時代は、工学部情報通信工学科で、大学院は電気電子工学専攻を卒業しました。で、通信工学の研究してて、まあ、その知識が活かせる、U-NEXT で、主に仕事としては、サーバーデータセンターにサーバー置いたりとか配線したりとか、その上のソフトウェアインストールしたりということもやってます。で、他にもあと弊社最近ライブ配信とかやってまして、その実際に現場行ってライブ配信の設備整えたりとか、格安シムの授業もやってますので、モバイル周りのことも手を出しています。こんな感じです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。 U-NEXT 僕も見てます。ありがとうございます。あれさっきまだこれ始まる前でこれ話したらめちゃくちゃなんか頭を深々と下げてありがとうございます。いや変な感じ見えちゃうからいいです、大丈夫ですけど。すごい見た目一番ファンキーですね。飲み屋で知り合った人にエンジニアって言われたら、なんだこのクソエンジニアノリ悪いなって言われたんで、ちょっとそんな治安の悪い飲み屋あります？エンジニアって言っただけで。はい、なんかその人が起業家だったんですけど、若手の起業家だったんですけど、はい、なんかすっごいなんかノリが悪い。その時僕お酒飲めない日で、飲み屋行っといてあれなんですけど、勉強してたんですよ。で、飲み屋で勉強してたんですよ。それはね、はい、花井さんが悪いですね。いや、アプリでよかった勉強してたんですよ。で、今日これから仕事あるからって言ったら、んだ、このクソエンジニアがノリ悪いなって言われて、うん、なるほど、つって。で、舐められるから、この髪の毛も最近赤くして、で、赤くして、たまたまこれ入ったお店で見つけて赤やんと思って。で、なるほど、もう全身赤にして、ちょっと舐められないように、
なるほど、まあ、かなり、ね、方向性間違ってると思いますけども、はい、でちなみにその飲み屋では何の勉強したって言うんですか。Linux、 あのパソコンの資格の、やつですね。ガチ勉強ガチ勉強して、はい、一番向いてなさそうな勉強だけどやってたんですね。はい、それだったら企業家の人に怒られたと。はい、はい、で今日もファンキーできた。まあそうですね。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ続いて斉藤さんよろしくお願いします。はい、東京都庁で働いております斉藤と申します。東京都庁でも局が、まあ、たくさんあるんですけれども、その中でも、都市整備局の多摩建築指導事務所というところで働いております。でそちらでの業務としては確認申請が出てくるので、そちらの審査をしたりですとか、完了検査に出向いて、まあ、適法に立ってるかっていうことを確認しています。またあと許認可っていうものがありまして、やはり基準に適合しない建物も、まあ、安全ですっていうことを、前提で許可して建てられるといったような業務を行っております。以上です。ありがとうございます。そんな建築の知識が必要なんですね、東京都庁で今働いてる場所って。そうですね、基本的には建築基準法ですとか条例を扱う業務になりますので、建築基準法の知識はもちろんなんですけれども、施工の知識ですとか都市計画の知識とか、そういったものも必要になります。なるほど。その建築の中資格とか取られたんですか。今絶賛ちょっと資格取得に向けて、今一級建築士の資格を受けている最中でして、まだちょっと結果が出てない状態です。じゃあぜひ飲み屋で勉強するといいかなと。あ、そうですね、はい、ちょっと一緒に隣で勉強しようと思います。はい。なんか建築の話って面白いですよね。なんか僕も YouTube の動画でなんか一級建築士かなんかの人が動物の森見て、いやこれは暖炉が壁に近すぎてアウトですねって言ってるのを見て、なんかいろいろとそんな細かいルールがあるんだなと思って、いろいろ本当細かいルールがあるんですよね、建物を建てる時とかも。そうですね、例えばその暖炉で言ったら、まあ、火を使う火を使う部屋っていうことになるので、はい、それなりのまあ不燃性のある材料を用いなければいけないっていう法律とかもあったりするので、はい。だから暖炉の階段に盛り上がってたんだ。そう、私はちょっと盛り上がらないかもしれないですけど。はい、ありがとうございます。はい、また詳しく後で聞かせてください。では原田さんよろしくお願いします。はい、突破印刷株式会社から来ました原田大輔です。よろしくお願いします。私がやっている、職業としては、まあ、システムエンジニアをやっています。で名前に突破印刷ってついてるんで、紙とか印刷とかやってんじゃないかって思われがちなんですけども、私はですね、就職してから、この方1年も何も擦ったことがないので、システムしかやってきてないので。何も擦ったことがない、はい、すごい表現な。印刷をしてないので、でやってる内容としては、お客さんの、持っている顧客データとかを使って生活者になんかメール配信とか DM とか、あとは、コールセンターとかっていう風なものを売るための仕組みをマーケティングを作るシステム、一連の流れを作ったりとか、まあ、ウェブサイト作ったりとか、いろんなことをやっています。はい、ありがとうございます。じゃあもう本当に皆さんおのおの大学で得た、まあ、修士課程とかで得た専門知識を使って、まあ、エンジニアなり、まあ、研究だったり、あとは建築の知識使って東京都庁にいたりとかしてるわけですね。はい、ありがとうございます。まあ、そうですね、まあ、いろいろ聞きたいことあるんですけど、まあ、まずその大学生の時に触れるいわゆる研究職の人って大学の先生だけですよね、普通は。どのタイミングでそうやって外で何か専門知識使おう、研究しようとかって思ったかを聞きたいんですけど、桜井さんどうですか。そうですね、おっしゃる通り、僕もいわゆるなんかこうアカデミックな部分っていうのはやっぱり大学に強いイメージはあったんですけど、うん、自分は修士の時に学会結構出てまして、何回も出てたんですけど、その時学会に行くとやっぱり企業の方ですとか、あるいは研究所、企業とか大学ではないところの研究所の方とかですね、いろんな方が発表してって、あ、企業とかそういう研究所でもこういったアカデミックな部分でいろんな研究開発して製品世の中に届けてるんだっていうところで初めは触れた気がします、ね。なるほど、学会で出会うんですね。そうですね、学会で出会いました、ね。ちなみにその何の専門だったんですか、その学科は何ですか。
僕は機械工学専攻なんですけど、はい、研究自体はいわゆる反応工学とか、どっちかというとケミカル寄りの研究をずっとやっていました。でその学会に行ったら意外と企業の人たちが発表してるってことですね。そうですね。ああ、どういうところに学会行ったんですか。日本も行きましたし、スイスとかアメリカとかの国際会議にも参加させていただきました。スイスまで、はい、遠い。そうですねスイスどうでした。スイスはスイスは物価が高いっていうことを除けばですね、うん、ものすごくいい国だと思います。なるほど。物価が高いこと大変でした。なんか水飲まずに講演したんですか。じゃあもうビッグマックがいくらするんだっていうのに。あ、そういう感じなの。もうじゃあご飯はなるべくじゃ外食しないで過ごすっていう。そうですね、いろいろスーパーで買ったりとかもしながらです学会って結構長いんですよね。1週間とかやるので。そうですね、学生の少ないお金で頑張って生活した、うん、いや大変だなって。スイス行った人がっかり、なかなか聞いたことないですね僕は。あ、いろんな、はい、国際会議聞いたことあるんですけど、ね、スイスなかなかレアだなと思いました。はい、とてもいい国だと思います、はい、いい経験でしたか。はい、はい、ありがとうございます。なるほど。じゃあ学会に出て企業の研究者の人に出会っていいなと思うパターンがあるわけですね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。松岡さんどうですか。今やってる製品が、まあ、全固体電池っていう、まあ、本当に未来の電池を今やっているんですけども、それのまあ材料開発、まあ、研究のようなテーマがもともと私の研究テーマでした。で、まあ、ちょっとそこのテーマに興味を持ったとかも、まあ、ちょっと高校の頃から、まあ、僕の時とかっていうのはすごい環境問題とかもいろいろ言われてたので、まあ、なんか将来そういったことに役立つ仕事がしたいな程度の気持ちで、まあ、大学入ってそういうような研究テーマについて、材料の研究はやってたけど実際に電池にしたことがないなっていうことがあったので、実際就職してからは、まあ、電池を設計であったりとか開発したいなっていう気持ちになって、まあ、そちらの道に進みたいなと思いました。おー、なるほど。はい。松岡さんはじゃあ元から化学系だったんですか、電池ということは。あ、そうですね、化学系で、はい、今は学科は環境化学科っていうところの名前に変わったとは思うんですけど、うん、そこ出身で、そこから化学応用学の方に専攻して、うん、はい、で今の会社と知り合ったのは、まあ、ちょっと今やってるか分かんないですけど、はい、学内合同説明会みたいなことで、うん、工学院大学のここの1階のアトリウムでやられてたセミナーで、うん、まあ、ちょうどマッチングしてそのままの、はい、アトリウムはね、はい、すごすぎますね、これね。ここすごいですね。写真だけでね、見て今日来たんですけど、現場行ったら想像の8倍ぐらい広かったんですよね。特に天井が高かったです。確かに。そう。で、しかももっとびっくりしたことあって、新宿駅から来たんですよ。で、新宿駅で地下からここに向かうときに、今回のイベントのポスターがね、いろいろといろんな場所に大学に貼ってあると思うんですけど、僕のね、写真が使われてるんですよ。で、直結してるから新宿駅からこのキャンパスが新宿駅に初めて貼り出されたんですよ、写真が。そうなんですか。新宿駅デビューしてて剥がそうかなと思って、ね、恥ずかしいからさすがになんか、いや、その学内だったらまだね、その学生だから知ってくれてる人もいるかなと思うんですけど、新宿駅は 99% 僕のこと知らないんで、もっとですね、割合で言うと。なのでちょっと恥ずかしかったんですよ。でもデビューです、新宿駅デビュー。で、しかも、それでエレベーター乗ったら、今日何階なのかもちょっと集合場所分かってなかったんですけど、エレベーターのボタン見たら28階まであって、で、まあ、1階からなんか6階ぐらいまでがせめてキャンパスなのかなと思ったら、上までキャンパスですよって言われたんですけど、これは、皆さんも使ってたんですか、このキャンパス。使ってます。はい。使ってます。なるほど。ちなみになんか、花井さんなんかはなんか29階まで登ってくださいみたいな、 なんか裏技みたいな話されたんですけど、28階までしかないんじゃないですか、あれは。屋上29階があって、はい、で、学園祭で鉄人29階って29階まで走る企画があって。鉄人29階？はい。学園祭で？はい。もっと面白いことあるって。学園祭は。花江さんはそれに毎年参加したんですか、じゃあ。はい、そうです。もちろんです。その企画、盛り上げようと思って、1日に何回チャレンジするかっていう部門があったんですよ。タイム部門とは別に。え？ 1 日に何回これを挑戦したかっていうのがあって。なるほど。それ誰が見てるんですか、それは。やってる間に。見てないです、誰も。もう一人で孤独との戦いを。参加したことある人います？鉄人29回。これやっぱありますよね。だいぶ人気イベントだ。え？すごい。志麻さんも。はい、私はタイムアタックの挑戦しました。いや、なんかそんな知ってる種目みたいに言わないですもちろん私はタイムアタックの方ですみたいな言われても、タイムアタックの部門にあるんですね。え、マジで走るだけですか、これは。
もうただただ一人で上まで行ってっていうところで終わりです。どれぐらいの時間かかった？面白い説があると思うけどな絶対に、まあ、とりあえずそんなイベントが開かれるぐらいね、まあ、背の高いキャンパスということですごかったですね。びっくりしました。ありがとうございます。じゃあちなみに、じゃあ真面目な話で、まあ、志麻さんはから化学系であってますか？はい、化学系で有機合成を、やっていました。ああ、がっつりじゃあ薬品に近いですね。あ、そうですね。それでその原料をたくさん作ろうみたいなとこまで行く経緯知りたいですね。そうですね、あの大学時代は、有機合成化学研究室入っていまして、あの天然物 の、 あの全合成研究を行っていました。で学生の頃はその今まで作ったことのない物質をあの作っていくっていう研究を行っていたんですけれども、企業に入った理由としましては、有機合成を使ったあの医薬品の合成というものが医薬品の低コスト化につながる可能性があるということを、学生時代に学びまして、でそういった、有機合成を生かして医薬品を作れるあの仕事がしたいと思って、就職を選びました。おー、なるほど。もともとじゃあ有機合成の研究室にいたので結構近かったんですね今回この場合は。じゃあ、あ、そうですね、実験をやっている目的っていうのはもちろん違いますけど、日々のその実験業務というのは、学生時代に行っていた経験っていうのがすごく生かされている部分が多くあります。なるほど。これ完全に個人的なイメージなんですけど、有機合成の研究室って一番帰るの遅くないですか？有機化合物って反応速度が遅いじゃないですか。めちゃくちゃ大変なのかなと思ってたんですけど、大変でした？そうですね、学生時代はとても大変でした。反応も思ったように進まないことっていうのもあるので、こうタイムスケジュールを組んでいてもそれ通りに進まないということはすごいたくさんあります。今の仕事でもやっぱ反応速度上がってほしいなと思ってます？そうですね、あの実験室で時間がかかってしまうということは、やはり製造でもすごい時間がかかってしまうと、っていうところはやはりネックになる部分ではあるので、うん、反応はなるべく早く終わってほしいと思います。そうですよね。受験生の時とかね、普通に反応速度 V って書いてどんな答えが出てもね別にいいなと思ったんですけど、実際やってみるとよく見たら反応速度遅いよねってなって、もうめちゃくちゃ待つんですもんね、あれね、反応しきるまで。そういうのでも工夫も大量生産に必要ですよね、きっとね。原料たくさん作ろうと思ったら。そうですね、工夫が必要で、そこでやはりこう最適な条件をあの見つけるために、あの実験室スケールでのラボの研究っていうのがすごく重要になります。うん、そこでやはりあのいい条件を見つけるっていうのが、まあ、後々大量合成した時に結構大きく響いてくる。なるほど。ところだと思います。まずは小さくやって成功したら大きくやって、で大抵大きくやったらまずうまくいかないですね。あ、はい。それがでも面白いところでもあると。そうですね、はい。受験生の時の、ね、感覚とか高校生までの勉強とちょっと違うんですよね、実際目にするとね。ありがとうございます。え、じゃあ花井さんはだから、まあ、エンジニアですよね？はい、そうです。元からなんかエンジニアになりたかったんですか？いや、そんなエンジニアになりたいって心の底から思ってたわけじゃなかったんですよ。なんなら僕学部卒で、学部の時就活してたんですけど自衛隊行こうとしてましたし、あの、あら、はい、まあ、なんか受け入れられるな、はい、自衛隊行こうとしてましたし、はい、で修士行った時もまあ別に何なら起業してやろうかとかも考えてたんですよ。だいぶ破天荒だな。すごい、自衛隊かもう次は起業かってなって、はい、はい、とかいろいろ考えてたんですけど、まあ先ほどの彼と一緒で、あの学会発表行ったらたまたまあの就活ブース同じようにあって、自己紹介してって言われて、そんな感じでその携帯20年持ってますとか、その自衛隊考えてましたとかいろいろ言ったんですよ。そしたら、あ、君面白いねっつって、一席君の分野ではなんか空いてるけど来るって言われて、あ、行きますっつって、そのまま内定。今までその紆余曲折したのが功を奏したと。そうです。面白いと思ってもらえたと。はい。ああ、なるほど。一回は自衛隊目指すべきだね。ちょっと今でも入りたいんですけどね。すごいな。そんなにいろいろとね興味が湧いて、はい、じゃああるんですね、学会に就活のブースが。これは多分じゃあ僕がいた場所があんまり関係なかったからなのかな。結構ガチガチの理論の物理だと就活ブースなかった記憶があるんですよね。それかマジで目に入っていなかった。それで、ね、まあ、イメージわかんないです。だからそういうふうに出会えるんですね、企業の研究者の方と。おそらく分野によっては。なるほど、ありがとうございます。はい、斉藤さんは、俺はなんかまたちょっとね変わってるんでね、きっかけとか。そうですね、東京都庁に行くぞって
子供の頃から思ってるわけじゃないですよね。いや、全然。実際は、その陰性になってから考え始めたんですね。はい、で、まあ1年目の時に、まあ設計とかそういう方面に行くのかなという漠然なことで、まあただ建築やりたいなっていうだけで大学を選んで入ったんですけれども、その工学院のまあカリキュラムの中で1、2年までは皆さん一緒に勉強して、で3年生から学科が分かれて勉強するっていうカリキュラムだったんですけど、1、2年の時に全体を総括してまあ学ぶことができたんですね。でその中でまあ自分の好きな分野だったりとか、まあこういったものに携わりたいなっていうのを見つけて、まあ結局建築学科に入ったんですけど、実際4年生の時は公務員全然考えていなくて、むしろ公務員には なりたくないなっていうふうに教授に言ってたんですけど、はい、いやあなたは公務員が合ってるから、あ、ちょっとそういうの言ってくれたんですね。あ、そうですね、うん、ちょっと調べてみればっていうところで、まあどちらかというとプロフェッショナルになるっていうよりも様々な分野を学びたいっていうのが自分の中であったので、まあ移動した時に本当に全然違う分野の仕事ができるような公務員を選びました、うん、なるほど。僕もちなみに研究室で YouTuber になりますって言って、君は YouTuber に向いてるよって言ったYouTuber にしてもらいましたけど、結構ね大事な一言ですよね、きっかけとしてね、はい、いやありがとうございます。原田さんはエンジニアですよね、きっとね。はい、エンジニアはなろうと思ってました？いや思ってなかったですね。僕ちょっとさっき言い忘れたんですけど、僕情報学部出身で、はい、情報学部、はい、院生は情報学専攻だったんで、うん、まあ、ゴリゴリ情報だったんですけど、ただ僕の研究質というか研究の分野が心理物理学だったので、ん、心理学ですね、心理物理学。心理物理学ってジャンルあるんですか？とかあと認知心理学とか言われますけ ど、人の反応を測って人がどう見えてるとかどう感じてるかっていうのを、まあ、ちょっと理論的にこう解明していくような研究室だったんで、僕自身作詞とかをやってたんですよ。作詞？はい、パソコンのモニター上に、はい、物体っていうか、まあ、刺激物みたいなのを出して、でそれを上に見えるか下に見えるかでなんで上に見えてんだろうとかっていう研究してたんですけど、全然今やってる仕事とかとは結びついては正直なくて、うん、なんでシステムエンジニアになろうっていうことは思ってなかったんですけど、ただものづくりをしたいなって思っていて、で今の会社に入ったきっかけはここのアトリウムでやられてた会社説明会だったんですけど、その時にそのいろんな企業をお客さんに相手にしている凸版印刷の説明を受けて、なんかいろんな分野いろんな職種のその仕事でに関わっていろんなものが作れそうだなって思って入りました。なるほど。実際に今いろんなことやれてるんですか？やってますね。システムってなんかそれこそウェブサイトだったりとか、はい、スマホアプリケーションだったりとか、うん、あとお客さんの、中に入ってる、基盤、システム基盤とか、あといろんな分野いろんな業種のシステムに関われてるなっていうのは感じてます。じゃあ本当に望んだ通りですね。そうですね、はい。なるほど、ありがとうございます。なんとなく分かりました。そのきっかけはやっぱまあ人に出会うこと大きそうですね、実際にね、うん、ありがとうございます。でこっからはもうちょっと順番じゃなくて浮かんだ人からでいいんですけど、大学で学んだことが今生きてるよみたいな話がたくさん聞きたい人もたくさんいると思うんですね、今回。なので、それを知りたいんですけど、例えばまあ授業だったりとか、研究の時の話だったりとか、あるいはもうちょっとね、ラフにサークル活動だったりとかで何でもいいんですけど、これ割と今考えたら役に立ってるなって思うものあります？誰か浮かんだ人からどんどん教えてほしいんですけど。ですね、まあ、今いろんな話聞かれたと思うんですけど、そういう意味では僕が一番研究が直結できたパターンかなと思ってまして、はい、僕は機械工学専攻で、実は今日立造船の知能機械研究センターっていうところの機械グループに属してまして、うん、いわゆるさっき言ったゴミ焼却発電とか風力発電の機械設備の IoT 化とか AI 化とかを進めている部署になります。はい、でそこではいわゆるザ機械工学なんですけど、僕はさっき言った通り反応工学っていう研究では木質バイオマスの熱分解とかガス化っていう反応を扱ってて、
その修論をたまたま見てくれた別の部署の人が、これめちゃくちゃ近いじゃんっていうので、廃棄物の熱分解ガス化っていう開発プロジェクトが弊社の中であって、まず修論が会社で見てもらえる環境にあるんですか？それが分かんないですよ。まず多分テーマ一覧とかは各部長さんとかは一応チェックしてて、大事なのちゃんと見てるんですね、修論とかも、ね、そこでたまたまこのテーマもうちの開発プロジェクトに入ってほしいっていうことで声をかけてもらって、そこから今の主に所属している部署の業務とそのガス化の研究プロジェクトに入りまして、それはもうまさに僕がずっと修士の時にやってきた研究のプロジェクトで、ちなみにそこのプロジェクトの中で今博士課程まで入らせてもらって、もう完全にリンクしてますね。完全に大学でやってきたことを社会の中でっていうところで今やらせてもらってます。なるほど。新宿駅とこの新宿キャンパスぐらい直結してますね。そうですね。はい、そうですね。うまいこと言いました。ありがとうございます。確かにこれはもう完全直結パターンですね。そうですね。就労だからちゃんと見てもらえるってすごくなんかいいなと思います。すごく運のいいケースかなと思います。はい。他にもここまで直結なくてもいいんですけども、ありますか、なんか。じゃあ島さんお願いします。はい。先ほども言ったんですけれども、私学生時代は有機合成化学研究室で天然物の合成やってまして、そこで有機合成の知識をすごい学んできました。あと、学部時代の授業としましては、もちろん有機化学もそうなんですけれども、分析化学の授業というのもすごく今役に立っております。今の、業務としては、学生時代の研究と、日々のその実験っていうところでは、有機合成を使って反応を行ってっていうところは同じような、内容になりますので、それは研究室時代に、学んできた、技術であったり知識であったりっていうのが、直接結びついているところだと思います。でその他にも、例えば品質であったりとか作った化合物の構造を確認したりっていうところで、結構分析機器っていうものもたくさん使っています。大学生の頃は NMR という化合物のその構造を確認する機械をメインで使ってまして、他の機械っていうのはあまり使ったことがなかったんですけれども、企業に入るとそういう分析機器もすごいたくさん使います。で使い方については初めて使いますので、企業に入ってから教わるんですけれども、そういった基礎知識っていうのは学部生時代に学んだ分析科学の知識なんかもすごい日々役に立っていると思っています。ありがとうございます。その学生時代に勉強したこと以上に今になってだから勉強することってたくさんあります？そうですね、今学生時代は本当にその有機化学合成をするっていうところをメインにやってきましたけれども、今はそれをこう発展させて、製造を行っていくっていうのが、メインの目的となってきますので、今はその製造に関する知識であったり化学工学であったり、あとは医薬品使ってますので薬事の勉強であったりっていうのは、今も勉強しておりますし、これからもっとやっていかなければならないところだなと思っています。なるほど。その社会に出てからの勉強ってどうやってやってるんですか？実際は先輩が教えてくれたりするんですか？そうですね、業務を通して学んでいくことが多いです。例えば普段は研究室で実験していることが多いんですけども、実際にその製造現場に行って作業員の方と協力して現場での作業であったりっていうのを覚えていったり、そういう知識を覚えていきます。なるほど。そのなんか会社の秘伝の教科書みたいなのがあるわけじゃないですか。指紋認証しなきゃ開けられない金庫の中にめちゃくちゃ分かりやすい教科書があったりするわけじゃない。そうですね、そういう教科書があるわけではなく、こう自分で動いて学んでいくっていうことが多い。結局は使ってる教科書はもちろん同じなんですもんね。学生の頃と変わらないことをしっかり勉強するんだけども、それがより実務的になってると、はい、それはじゃあ先輩の話とか聞きながら学んでいくんですかね？そうですね、先輩の話を聞いて覚えていくこともすごく多いです。ありがとうございます。ちなみに原田さんは何かありますか？一般的な話になっちゃうかもしれないんですけど、はい、学部時代にその今あるか分かんないですけど、その認知行動学実験みたいな、その僕がやってる分野みたいなのを実際に授業としてやって、でその一般的なその作詞の研究実験とかしてみて、でデータ取って、でなんでこうなるのかを自分なりに考えてみるっていう授業があったんですけど、
今の仕事にちょっと結びついていないものの、なんでこう思ってるのかとか、なんでこうなってるのかっていうのをこう体系的に自分に書いて、うんうんうん、それをこうレポートとかにして見せるとか、うん、っていうところは仕事に入ってからも書くってことは必然になってくるので、うんうん、その文字として書かなくても普通にパソコンでメール打ったりとか、うん、報告資料作成したりとかってするときに、どうしてもこう読めない日本語になったりとか、うん、ちょっと助詞が変わるだけで言ってる意味がわからなくなっちゃうっていうところは、すごい社会人になってからも結構意識することが強いので、それをこう大学の時から、まあ、研究とか卒論修論とかを通してちゃんと文にする、でそれを発表とかでちゃんと言葉にできるかどうかっていう、その伝える技術みたいなところは、うん、まあ、皆さんやられてたんでわかると思うんですけど、そこはもう社会になってから入ってからはすごい役に立ってるかなと思います。ありがとうございます。そのなんか基礎体力部分ですよね、何か学んでまとめるという。そうですね。会社に入ってから、そのなんか例えばパワポを使った資料発表とかってあるんですか？あります。まあ、システムエンジニアなんで、そのお客さんがやりたいことをシステムでどう実現するかっていうのをこうお客さん相手にこう説明するときに、やっぱり文だったりとか、まあ、図にして資料にすることもありますけど、でもその図を客観的に見たときにこれじゃわからないっていうのを往々にしてあるので、まあ、それを言葉で補足するのか、わかりやすい図にするのかとか、そういうのをこう結構システムってちゃんと伝えないとちゃんと作れないので、うん、例えばなんかブランコ作りたいっていうオーダーに対して結構いろんなことをコミュニケーション取っていくと、こう勘違いとか認識違いが発生して、うん、結局できたの車椅子とか、あ、なんか例ですよね。例ですけど、うん、まあ、イメージもう本当に何かが違うだけで全然違うものが作れちゃうので、うん、なるほど、ちゃんと正確に伝える、認識合わせするっていう基礎能力は非常に重要だと思います。なるほど、ありがとうございます。花江さんは何かありますか？皆さん主に研究とかですけど、全然課外活動とかでもいいんですよね。全然優先ですよね。全然 OK です。課外活動からっぽいし、なんか欲しいですね、むしろ。なるほど、はい、そうですね。僕挙げるとしたら、その委員会活動と大学院で取ったリーダーシップ特論って授業がすごい、ちょっと想像と180度違うとこでしたわ。失礼だな。そんな、委員会やってたんですか？はい。委員会活動？はい。委員会活動やってまして。委員会って何の委員会ですか？僕、自治会っていうのに入ってたんですけど。自治会？はい。部活動、サークルとか、まあ、まとめる団体、まあ、学生総会やったりとか、はい。っていう団体なんですけど、まあ、まあ、主にやってたのは、今、大学の自治会のポータルサイトってなんですけど、シェアっていうのがあるんですけど、うん、それの運営やってたりとか、をやってました。行動力すごいですね、なんかね。行動力なのか分かんないですけど、まあ確かに自分でなんか手を動かさない、自分で手を挙げてなんかやんないと、どうしても大学で埋もれるんで、じゃないと4年間無駄になるなと思ったんで、いいね、自分でやりたいことには手を挙げてやるようにしてましたね。なるほど。それが今生きてるんですか？そうですね。高校までだったら先生っていう答えの存在がいるじゃないですか。うん、まあ、神の人がこれが答えだよって教えてくれますけど、うん、どうしても委員会活動、学生団体ってなると、その答えを教えてくれる人、なんなら答えがないので、うん、そうなると、なんか、学生同士で話し合う。でそれこそ、自分がこうだと思っていることを相手に納得させるためには、その、しっかり論理を立てて、こういう背景があるからこういうことやってるんだよとか、こういうことがあるからこれが成り立ってんだよっていうのを、ちゃんと論理的に説明できて初めて相手が納得してくれる。うん、答えを教えるじゃなくて、相手を論理的に納得させるっていうことは、まあなんか、委員会活動を通してものすごいことですし、うん、あと、それがさっきのもう一個、大学院授業リーダーシップ特論もそうなんですけど、まあある小説読んで、それについて議論し合う内容なんですけど、まあそれもやはり、こういう、小説でこういう背景があったからこういう行動してんだよね。だから、こうした方がもっと幸せだったんじゃないかみたいなのを発表し合う授業だったんですよ。うん、まあ、それもやはりその論理的に物事を考えて、アウトプットしてっていうふうに、まあ、議論する。で、相手を論破するじゃない、なんていうんですか。説得させる。はい。っていう、まあ、力っていうのが、まあ、まさに、まあ、研究とは、皆さんに言ってる研究とは違う部分で、大学にやってきて、非常に社会に出て役に立ったことですね。なるほど。いや、やっぱなんかまだ、見た目でやっぱ惑わされてるんですよね、僕は。すごい真面目ですね。ありがとうございます。非常に、行動力のある真面目で、素晴らしい人だ。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとびっくりしましたけど。あれ、ちなみになんかその担当者が聞いたんですけど、この中でその、なんか大学を総大で
終了された方いますか？誰ですか？なんか。あ、すごい。ちなみに学部ですか？院卒。あ、僕学部です。すげえ。ああ、すごい。大学院総代でした。ちょっと待って。かっこよ、今の流れで。すごい。ただ、学部はそのテストとかみんな平等な場でちゃんと試験というものを受けてその結出した結果で相談になるからこれむちゃくちゃ素晴らしいんですよ。なるほどなるほど。僕の場合って研究で論文書いた数がそのまま点数なんですよ。はいはいはい。なので僕はなんか一番過激な発言すれば数稼げば点数取れたんですよ。いやいや過激ですね。いやでも数稼げないですからね普通はね。いやいやのことです。なんでこちらの相談とはまたちょっと違うですね。でこっちはもう本当にすごい相談です。あら、ちなみに僕も学部総代です。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、揃っちゃいましたね。トップが揃っちゃいましたね。ありがとうございます。確かにいろいろとね、面白い授業もありますけども、他にじゃあ松岡さん何かあります？そうですね。まあ私もまあ花井さん先ほど自治会に参加してたって言ってたんですけど、もしかして結構、まあ、自治会ではないんですけども、自治会じゃない。はい、オープンキャンパスだったりとか、はい、学園祭の運営だったりとか、そういったようなちょっと委員会活動もやっておりまして、実は今日登壇者結構そういうような委員会活動してるメンバー多いみたいで、年代別々なんで絡みはないんですけど、やっぱちょっとそういうような委員会活動で、結構理系なので正直コミュニケーション取るのが苦手だったりとかいう方は多いかと思うんですけど、やっぱり社会入ってからそんなことは言ってられなくてですね、研究とは違って社会出るとやっぱり一人で何か物事を進めるっていうのではなくて、まあ期限も決められてますし、よりスピーディーに課題を解決しないといけないというようなことで、まあチーム作っていろいろと課題解決に臨むとなると、まあ、やっぱりちょっと喋ることが必要になってくるっていう時に、まあ学生同士だけではなくて、まあオープンキャンパスとかもやっていれば、そういう大学のそれこそ今回就職支援センターの方とかがもともと学生支援課みたいなところでやっていて、そういうような方々と結構コミュニケーション取りながらその企画をやっていくための準備だったり当日の運営も兼ねてましたので、やっぱちょっとそういう人とは喋るっていうこととかはいろいろと工学院だからこそそういうようなプロジェクト、なんか他にもソーラーカープロジェクトとかあるんですけど、そういったところに参加しながら喋れるきっかけっていうのは結構作れる場かなとは思いますね。ありがとうございます。じゃあ東京都庁の斉藤さん、はい、都庁で生きてることありますか？2つあるなというふうに私自身考えておりまして、はい、まず1つ目としては視野を広げられたなっていうのが、まずありまして、うん、まず授業で私本当やりたい分野っていうのが全然定まらなくて、いろんな分野を、まあ、つまみ食いって言ったらあれなんですけど、はい、いろんな分野を学んで、あと3年時にカンタベリーって今ちょっとやってるかわからないんですけど、留学の制度もあって、うん、そういったものに参加することによって、まあ、日本っていうのはどういう国でとか、あと建築の分野は本当にいろんな分野があるんだなっていうのを学べたことで、やはり社会人になった時にその固定概念がなかったりですとか、まあ、打ち合わせの時にやっぱり専門用語ってたくさん出てくるんですけど、うん、そうするとやはりあここ勉強してなかったから言われてる単語は知ってるけど意味わからないなっていうのがとても多いと思うんですね。ただ、まあ、授業を真面目に受けることで結構そういったなんか聞いたことあって確かこういう意味だったなっていうのをやはりわからないと打ち合わせにまずついていけないっていうのがあったので、まず授業とかそういった経験は大事だなっていうふうに思いました。で、あと2つ目があとはもう人との関わりだなっていうふうに思っておりまして、仕事をやるにも全て人が必ず関わってくる、それは住民の方もそうですし、来られる建築の専門家ももちろんそうなんですけど、やはり内部の方々と、まあ、どれだけコミュニケーションを取りながら、同じ仕事を、まあ、協力してやれるかっていう話になってくるので、いろんな人と関わりを持ってほしいなと思ってます。で、皆さん委員会に入られてたと思うんですけど、私は硬式野球部のマネージャーをしておりまして、あ、全然違うタイプ。そうですね。で、そちらでも、まあ他の学科の方とも、まあ知り合ったりして、こういう学科だと、こういう分野も学んでるな、っていうのを、まあ知れるっていうところは良かったなと思います。なるほど。ありがとうございます。
硬式野球部のマネージャーってなんかめちゃくちゃマネージャーですね一番イメージがそうですね、つきやすいドラッカー経済学学んでそうなそんな感じじゃないですよね。はい、すごいですね。いろいろと皆さん本当に行動力がある方々たちが集まってますけども、いろいろとまあじゃあ生きてますね。学生時代の勉強とか特になんかコミュニケーションってやっぱなんか言う方多いですね。その課外活動じゃないですけどしてないとなかなか学科内だけだと足りてないってことですかね。松岡さんとかどう思います？やっぱり学科内でですと何ですかね、自分の友達としか喋らないかなとは思うんですね、うん、で社会行って友達と喋るっていうと全然プライベートはそうでも仕事はそうじゃないので、そうなってくるといろいろな方々とコミュニケーションを取れれば、今3年生の方とかもいたので今から気づくってなると難しいとは思うんですが、まあ一つなんか例えばアルバイト先であったりとかでもお客さんとなんか喋るとかですね、うん、本当にもう例えですけどなんかちょっとそうやってコミュニケーションを全然知らない人と取ってみるみたいなことの意識づけっていうのは今からもできるかとは思いますので、ちょっとそういったことはやってもらえるともしかしたら将来役に立つかなとは思います。なるほど、はい、ありがとうございます。まあ、今回ね集まってきてくださった皆さんの中で、まあ、もちろんねこれから就活しようと思っている方いると思うんですけど、その就活中に心がけてきたことを何人かに聞けたらなと思うんですけど、心がけてきたこと何か、まあコツじゃないですけど自分の魅力とかどうやってアピールするかみたいな話が聞けたらなと思ってます。桜井さんどうですか？就職って言葉よく使うと思うんですけど、はい、やっぱりあの学生の立場だと会社の中って全然わかんなくて、うんうん、またあと職業これも全然わかんなくて、うん、だからやっぱり特に学部生とかだとあの会社の名前とかで結構判断しちゃう側面が多いと思うんですけど、まあ、僕は院卒なのでやっぱり大学院に上がってからは結構その中身やっぱり自分がやりたい仕事とかやりたい分野とかそういったのがはっきりしてきてるので、割とこう自分にフィットするあの居場所を見つけるのが早くできたかなと思うんですけど、そういう意味であの就職の時にやっぱり一番こう意識してたのはその会社の名前にとらわれすぎずにやりたい分野とかやりたい職っていうのを明確にするということを意識しました。まあ、会社の名前に取られないのが一番大事ですもんね。日立造船で最初に、ね、あのおっしゃってましたけど、日立でも造船でもなかったですもんね、はい、そうですね。中身をしっかり調べて、はい、自分がやりたいことだなと思って選んだわけです、ね、おっしゃる通りです。なるほど。どうやって調べればいいんですかそれって？やっぱり行動することが大事じゃないですかね。あのインターネットとか見ててもわからない部分多いので、イベントに参加するとか、あとは企業の人多分こう駆け込んでいくといろんなことを教えてくれると思うので、やっぱり直接会ってみて自分に肌の合う企業の雰囲気とかそういったのを感じるのが大事かなと思います、うん、なるほど、ありがとうございます。ちなみに原田さんはどうですか？なんか自分の中で絶対これ譲れないとかっていうその軸みたいなのをなんかその探すっていうのが重要だと思ってます。でその軸が何かでどういう会社に行きたいのかとか、あるいはどういう仕事をしたいのかとかっていうのがだんだん分かってくるので、その自己分析をちゃんと自分でしっかりして、どういう人間なんだろう、何がしたいんだろう、何に興味があるんだろうをちゃんと自分で自分を見てあげて、でそれに対してじゃあどういう会社に行ったら自分がちゃんと仕事楽しく仕事ができるかとかやりたいことができるのかっていうのを、そのいろんな会社にあのアプローチして、その会社をちゃんと見て就職して就活をするっていうのが、まあ、大事だと思ってます、ね、なるほど、はい、じゃあ就活中にどんどん強くなっていくんですかね？そうですね、僕はあの会社説明会だけじゃなくてその研究室の同期とか、まあ、院生だったんで後輩とかに、うん、一緒に就活してる人にどういう会社行ったのとかっていうのをこういろんな人に聞いて、うん、で結構なんか好きだからっていうあのことだけで自分の好きな会社の説明会行っちゃう人とかもいるんですよ、うん、ダーツ好きだからダーツの会社行ってみましたとかっつって、はい、で僕は車の運転が好きだから高速道路の会社を受けてみましたとか、うん、でもそういう興味本位でちゃんと原動力があってその会社行ってみるっていうのは非常に重要だと思うし、うん、で今大学生だからいろんな会社にアプローチができる年というかその時代とか年代ってなんですよね。僕らが好き勝手にいろんな会社に行ったら犯罪になっちゃうんで、まあ、下手したら無許可でね、このなんでね。なんで行けるうちにいろんな会社を見て自分が何が好きなのか何したいのかどういう会社に入りたいのかっていうのをちゃんと見てあの
るっていうのが大事かなと思います。なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあ、終わりの時間もそろそろ近づいているので、最後に後輩たちに向けてのメッセージを何か一言ずついただければなと思うんですけど、それは学生生活中にどんなことをしたらいいかなとかが聞ければいいんじゃないかなと思ってます。じゃあ、これはもう順番にいきますか。じゃあ桜井さんからお願いします。皆さん間違いなく理系の工学院大学なんで理系の学生さんだと思いますが、やっぱり待ち構えてる修論ですとか卒論ですとか修士論文ですね、そこに向き合うの結構大事だなと思ってます。これやっぱり理系の学生さん一番苦労して最後卒業して理系の学位をもらう最後のこう難関で、そこで学べるやっぱりこうロジックの考え方とかデータのまとめ方とか報告の仕方ってすごく社会に入ってから役立つと思うので、最後学生生活のこうまとめとしてそこに全力で向き合ってほしいなと思います。ありがとうございます。じゃあそのまま松岡さんお願いします。本日来ていただいている方々っていうのはすごい就職に向けて、前向きに早めから行動されている方がすごい多いなとは思いました、正直。で、僕自身もまさか1年生とかが来るとは正直思っていなくて、すごい意識高いなとは思っています。で、そういうような意識高い方々とかは何ですかね、途中で何ですか、燃料切れになっちゃわずに今のペースでですね、無理にガッと詰め込むんじゃなくて、徐々に少しずつ対策をしていきながらそのまま進んでいければなとは思いますし、逆に3年生4年生とか修士の方々でも全然まだ遅いってわけじゃ絶対ないですし、ちょっと焦ったりとか、あとは研究が忙しいだったりとか、あとは勉強と就活両立すごい大変かなとは思うんですけども、今のこの大変な時期さえ乗り切れば、正直就職してからだとちゃんと土日休みもあったりとか、働きながらお金ももらえるっていうので、学生だとアルバイトの時間とかもすごい大変だとは思うんですけど、明るい未来絶対待っていますので、妥協はしずにですね、就職先選ぶ際、原田さんも先ほど言ってたように、いろいろといろんな企業を見れると、あと学生だから忙しいけども時間がありますので、許す限りは、はい、いろんな企業を見ながらですね、将来自分が幸せになれるような企業に勤めていただければなと思いますので、はい、皆さん頑張ってください。ありがとうございます。じゃあ島さんお願いします。皆さん学生なので勉強を頑張るのはもちろんのことだと思うんですけれども、それ以外にも課外活動であったり委員会であったりとか、そういうものをするのもすごいとってもいいことだと思います。で、私自身も学生時代に自治会であったりとか、あと小学生に科学を教える教室に参加したりしてきました。で、そういうところで経験したことが社会人になった今生きているこう役に立っていることっていうのがすごくたくさんあるなと実感しています。ですので、勉強以外にもそういった課外活動とかのチャンスがあったら、ぜひぜひ参加するととてもいい経験になると思います。ありがとうございます。じゃあ花井さんお願いします。はい、そうですね、皆さんに伝えたいことは、せっかく学生で時間あると思いますので、やりたいことをとことん突き詰めてやってほしいなと思っています。僕ずっと、いろんな人に言ってるんですけど、これできるかやろう、これできないかやろう、やらないってやってしまうと自分の選択肢をどうしても狭めてしまいます。できるできないではなく、やるかやらないかという主体性の差で皆さんの将来決まりますので、ぜひこれがやりたいと決めて、ゴールを決めて、でそれ逆算して、じゃあ今こういうことをやった方がいいなっていうのを逆算してやっていただければ、就活においても素晴らしい職に就けるのかなと思います。就社ではなく就職、職に就くのが就活ですので、就活迎えるまでにこういうことをやりたいなっていうのを見つけていただいて、で、それでじゃあそれを実現するためにどうすればいいかっていうのをひたすら逆算して、向かっていただければできるようになれるかと思いますので、ぜひ皆さん就活頑張ってください。ありがとうございます。では斉藤さんお願いします。就職のこういったイベントのところであまり言うべきことではないかもしれないんですけれども、やはり就職して働くっていうところも自分の人生ですし、それ以外プライベートもじゃあどれだけ大切にしたいかっていうのも人それぞれ変わってくると思うんですね。なので本当に自分の中でどういうふうに将来を
思い描きたいか、仕事を重視して、生活していきたいか、ただ、プライベートも充実させたいかっていうのが、まあ、いろいろおそらく今後考えていくことになると思うんですけれども、人は人ですし、自分は自分なので、周りの意見に耳を傾けることももちろん大事ですけれども、最終的に決断するのは自分なので、自分で、自分はこうしたいんだっていうところを持って就職活動に取り組んでほしいと思います。ありがとうございます。では原田さんお願いします。はい。大学生の4年間、まあ、修士の人は6年間ですけど、まあ、自分の好きなこととかやりたいことに、まあ、ひたむきに向き合える、まあ、人生で最後の期間なんじゃないかなって、もう仕事をしたらもう自分がやりたくなくてもなんかやらなきゃいけないってことは往々にしてあるんですけど、大学生の時間ってもう自分のために自分がどこまでできるかっていうのも含めてやりたいことっていうのをこう突き詰められる、まあ、研究も自分が興味ある分野をどこまで突き詰められるかっていう期間だと思うので、まあ、常に自分の好奇心にこうちゃんと向き合ってやりたいこと、まだやってなくてもちょっとやってみたいなって思ったことを、まあ、積極的にいろんなことをやってこう自分のキャパシティを測るっていう期間だと思いますんで、ぜひそれをやってみてほしいなと思います。はい、ありがとうございます。皆さんのね、有意義なメッセージを聞けたと思います。ということでですね、ここで、一応このトークイベントの方はですね、一度終了させていただきたいと思います。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。